こんばんは。今日はブルーベリーチーズパンを食べました。井上直樹です。水木です。1週間ぶりぐらいの YouTube の配信になります。イエーイ、久々すぎますね。久々ですね。お待たせしました。コロナウイルスとかでいろいろあったんで、動画撮れなかったですね。撮れなかったね、はい。忙しかったですね。忙しかったですね。でその間に何が起きた？その間にパンその間にパンって何？いいか、その間にやっぱりあなたのお姉さんの話をしないと試合のでもパンの話はいい。あ、その間にコロナの影響でパンがなくなることですね。スーパーにパンがすごいなくなる。あ、マジなかった、はい、ないです、ないです。パンとパスタは割とないですね。どうする？やばいです、ピンチですね、これは。パンなかったですよ、フードボタン行った時。仕方なく違うパン、なんですか、ちょっと本当にトーストとかあるじゃないですか。すごい、なんですか、450g 入ってるこうスライスされたトーストは全部売り切れですね。ピンチじゃん。ピンチ。でも、ちょっと買っといたんで、一応冷凍して保存しております。冷凍保存してあります。何日持つのやけど1週間持つの？1週間は持つかなと思います、はい。まあ、とりあえずパンの話はいいから次の話に、はい。3月28ですか、はい、水木の教えがあったんですけど、まあ、それが延期になってしまったので、はい、まあ、延期になったことについて、はい、感想、まあ、どう感じてますか？そうですね、延期になって、まあ、中止じゃないので、まあ、やるとは思うんですけど、まあ、準備減量もしてきたので、まあ、ちょっとまあ準備してきたことがこれでこう3月28日にぶつけられないので、次また準備しなきゃいけないって思うとちょっと辛い部分もあるんですけど、ファイトマネーもまあ、がっつりもらえるわけじゃないんで、まあ、もらえるかもわからないっていうこの状況でっていう感じで、ちょっとモヤモヤした感じで終わっちゃったっていう。ホイトマネーもらえない、もらえない、ちょっとなんかわかんないですけど、分かってない感じなんで、本当にモヤモヤが残ってるっていう。次はもう試合いつやるか決まってますか？いや、それが決まってないので、本当に次いつこう何ですか、準備し始めたりのとかも全然まだ決まってないので、もう本当に、まあ、いつこうやっていく、UFC がやっていくのかもまだ決まってないので、本当にそれこそ4月かも、4月後半かもしれないし、5月に入っちゃうかもしれないし、6月かもしれないし、まあ、次かもしれないしっていう感じなので、本当に読めないですね、コロナのせいで。コロナのせいでちょっと真面目なね、2人とも。ちょっとなんか敬語で話してるしさ困りますよね。ジムもちょっと空いてないし行けないんで、これ太るしかないですよね。まずいんじゃない？まずいですね、これは。まずいね。やばい。で今ちょうどこう減量入ってたんで、もう減量ちょっとやめていいってなって、ちょっと休暇なんで、でもちょっと食べたいじゃないですか。うん、でもジム空いてない。何もできない。食べちゃう。太りますね。こう確実に太ってく。ちょっと普通。決まって延期になって何日目だろう、水木金、4日目なんで、なんですけど、ちょっと太りましたね、やっぱり4日目で、どれぐらい太った言いません、それは言いませんけど、昨日ジェラート一つ全部丸投げだった久々にアイス食べましたよ、それめっちゃ甘かったです。今日はクッキーを作ったね。今日は作りましたね、なんか暇すぎて作りました。なんか一言ありますかね、不安に延期しちゃった、はい、試合延期した水木選手。
そうですね、あの楽しみにしていた方々もいたと思うんですけど、ちょっと延期になっちゃって、なんですか真面目すぎるよ、ちょっと見たのが普通そうですね、何もしようがないんで、あのなんかなんかモチベーションもなんかそう、それ、ね、それいいこと言う、いいこと言う、いいこと言いますねそうです、なんかモチベーション、なんかこのやっぱ目標があるから、このためにこうですか、かん、あのいいパフォーマンスできるようにここに向けて頑張ろうって思うんですけど、それもなんか今ちょっと目標もないので、そのこう目標がないのでやっぱ減量もこう身が入らないというか、そういった部分でなんかいろいろ自分と戦ってます延期するかもってなった時にすごいやる気なさそうな感じにしてて、そうなんかね、こうね、こうもやもやしちゃって、その決まる時、月曜日に決まったのって、でなんかジムが急にこの今夜8時閉まるって なったじゃん、2週間後なのに試合が、ジムが閉まんのってなるじゃん、もうそっからだよね、もう私のモチベーションはこのだだ下がりで、まあ、とりあえずでも体重もあるからこう動かないといけないってなって、まあ、家でちょっとバイクこいでやってたんだけど、まあある意味なくなってよかったと思ってる延期になって練習できないのに、このままこれで2週間後やっても多分いいパフォーマンスできないから、まあ、ある意味良かったと思ってる、そうだよね、もうまあお金もらえないけど、きっともらえないから決まったわけじゃないから、まあ、確かにそうですけど、あの何ですか、あのボーナスとかもらえないってなっても、うこうでも絶対多分いいパフォーマンスはできないから、中には、まあよまあ、違う日でよかったなって思ってる多分選手もいると思うんで、こうある意味よかったなっては思うね、